プリキュア目立ちすぎた脇役7選。プリキュアシリーズでメインになるのはもちろんプリキュア戦士たちです。あとは妖精や個性的な敵幹部の存在も重要です。しかし脇役の存在も忘れてはいけません。プリキュアでも何でもない一般人の彼ら彼女らが物語の鍵を握ることもあるのです。今回はそんな脇役なのに目立ちすぎたキャラクターたちを7人ご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。1、マスコミ課。まず紹介するのはイエスプリキュア5およびイエスプリキュア555に登場するマスコミ課です。主人公ののぞみたちが通うサンクルミエル学園の2年生で、メガネをかけたショートカットの女の子です。彼女は新聞部の部長として主に校内の各所を取材してサンクルミエル通信を発行しています。名前を続けて読むとマスコミかとなることから、本人もそれをキャッチコピーにしていて、登場時にはみんなも知りたい私も知りたいサンクルミエル通信編集長マスコミか、続けて読めばマスコミかとプリキュア並みの決め台詞を口にします。彼女はプリキュア5を最初に目撃した一般人で、この謎の戦隊ヒーローたちの活躍を取材しようと一生懸命に活動します。その結果実際にプリキュアの戦いに巻き込まれることもありました。独特の決め台詞とプリキュアとの接点の多いさゆえに視聴者からの人気も高く、イエスプリキュア555では6人目の戦士となるのではないかと期待したファンもいました。またこの時はまだメガネっ子プリキュアもいなかったので、その期待もあったようです。しかし残念ながらイエスプリキュア555では彼女の出番は激減し、序盤の第12話に少し登場した以外は全く出てこなくなってしまいました。登場の一つ前第11話におけるまた見てねのイラストでは、プリキュアたち5人から忘れられているという自虐ネタが描かれていたほどの出番の少なさです。人気のモブキャラクターだっただけに、この扱いに落胆した視聴者も多かったでしょう。プリキュアが現実の存在として一般人にも認知されるようになったその後のシリーズなら、もう少し活躍できたかもしれないのにと残念がられていました。しかしこの声を反映してくれたのか、ハピネスチャージプリキュアには彼女のオマージュキャラでもあるマスコ・ミオが登場しています。ミオはショートカットにメガネという見た目に加えて、続けて読めばマスコミオという決め台詞を持つなど、ミカとそっくりです。実際に制作側もミカのオマージュとして登場させたことを明らかにしています。これほどはっきりとしたオマージュはシリーズでも珍しいことですが、それだけ視聴者からも制作者からも愛されたキャラクターだったんですね。2、カオルちゃん。次に紹介するのはフレッシュプリキュアに登場するカオルちゃんです。グハが口癖で、グラサンにヒゲというコアモテの見た目です。しかし見た目によらず陽気で人当たりがよく、クローバータウンストリートの公園でワゴンカー式のドーナツカフェを営んでいます。エプロン姿がチャーミングですね。ちなみにハート型のドーナツが売りとのことで、人は見かけによりません。性格は細かいことは気にしないというおおらかな性格です。タルトやシフォンが喋ったのを見ても平然と接し、しかもその理由や事情を何も聞かないという大人の対応を見せました。そのおかげで地球ではプリキュアメンバー以外と交流ができなかったタルトにとっては貴重な友人となり、後に義兄弟のちぎりまで結んでいました。そんな彼がどうしてドーナツ屋を営んでいるのか、それまでは何をしていたのかという経歴は不明です。たまに昔の知り合いから仕事の手伝いを頼まれてドーナツカフェを留守にする場面がありますが、そのお手伝いとやらで高度な国際諜報戦に関わったり、宇宙飛行士としてロケットに搭乗したり、プロのドライバーも顔負けなカーチェイスを披露したりと、プリキュアもびっくりの能力を披露しています。しかもプリキュアの不在時には生身で泣けわめいけと互角に戦うシーンもありました。しかし特別な活躍をしている姿は
町の住民にはバレないようにしていて、ラブたちも彼の秘密を知りません。そしてそれは最後まで視聴者に対しても明かされませんでした。そんな彼はプリキュアとの関わりも非常に深いです。言動は軽い印象ですが、時々ラブたちへ遠回しに助言を送ったりしていて、プリキュアたちの成長につながっています。またプリキュアの正体についても早くから気づいていた気配があるのですが、それを口に出すことはなく、最後まで静かに見守っていてくれました。さらに彼の作ったドーナツがウエスターをはじめラビリンスの人々の心を動かすなど、物語を動かすキーパーソンでもありました。ちなみに本編では明かされませんでしたが、映画版のパンフレットでこっそり立花香織という本名が明かされ、この映画ではミラクルライトの解説役になったりもしていました。もはや妖精と同じくらいの活躍です。本編で1話だけ主役回を持っていたりもするので、脇役なんて呼ぶのは失礼なくらい特別なキャラクターですね。次に紹介するのはハートキャッチプリキュアに登場するバン・ケンジです。つぼみとエリカのクラスメートで、様々な番長伝説を持つ人物です。またリアルに番長をやっている男子もビビるほどの鋭い眼光が特徴です。しかしその外見に似合わず、将来は少女漫画家を目指しているという壮大なギャップがあります。しかし彼の性格的にはそれほど不思議ではありません。というのも、本当は穏やかな性格で、階段から落ちかけたつぼみを助けたり、家族思いな面もあったり、優しい少年です。また番長をビビらせたなんて伝説も、不良の上着が花を潰しかけたため睨みつけた結果だったりと、優しい性格ゆえに起きたことが勘違いされているだけです。そのため本人は実際と異なる番長呼びに困っているとのこと。彼は学園で目撃されていたプリキュア2人を漫画に描いていて、つぼみとエリカはその漫画の手伝いや漫画内のプリキュア役としてシナリオの実演をしたりしています。もちろん無論ケンジはプリキュアの正体を知りませんが、すごい偶然ですね。そんな彼が視聴者に衝撃を与えたのは、妄想ではあるもののキュアファイヤーとしての変身姿を披露した回です。キュアファイヤー自体はケンジが描いていた漫画に登場するオリジナルプリキュアでしたが、ポプリにプリキュアとして勧誘されたことで自らが変身する妄想をしたようです。ちなみに決め台詞は本人曰く、熱風に揺れる一輪の花とのこと。ちゃんと花をモチーフにしているあたり、さすがクリエイターです。これだけでもすごいインパクトですが、なんと彼はその後プリキュアプリティストア限定グッズシリーズ、アイドルシリーズのユニットの一つ、伝説戦士としてグッズ化されることになりました。まさか妄想した姿が商品化されるとは。それだけ特別なキャラクターだったということですね。4. 松原巡査。次に紹介するのはスマイルプリキュアに登場する松原巡査です。第8話で初登場となった七色が丘市にある交番で勤務している警官です。本編のエンディングでは警官としか表記されず、松原巡査という名前は設定資料集で知ることができます。こんな名もないおまわりさんというキャラがなぜ目立つのかというと、敵幹部の一人マジョリーナと共演することが多いからです。紛失した発明アイテムをマジョリーナが人間界に探しに来ることがあるのですが、その時にはほぼ必ず彼が登場します。初登場は第8話で、赤鬼がなくしてしまった入れ替わるを探しに人間界に出てきたマジョリーナが松原巡査のいる交番を訪ねました。悪役なのに交番に行くマジョリーナに突っ込んだ人も多かったのではないでしょうか。そこで、お仕事は？世界をバッドエンドに染める仕事さね、ああ作家さんですね、などと噛み合わない会話をしたり、おばあさんと呼ばれたマジョリーナが年寄り扱いに怒るなど、微笑ましいやり取りが行われました。さらに入れ替わるを持っていたキャンディーを追いかけていくマジョリーナに、おばあちゃんと画面センターで絶叫し続ける姿を見せ、視聴者に大きなインパクトを残しました。その後第11話でも、
今度は小さくナールを探しにマジョリーナが交番を訪れています。そこで名前を聞いた松原巡査がマジョリーナさんと素敵な名前ですねと言ってマジョリーナの頬を染めさせる事態に。その後も二人の絡みは多く、視聴者もロマンスの予感を感じるほどでした。またこれらのネタ的な面を抜きにしても無理な捜索願いを受理したり、怪しい落とし物をちゃんと保管していてくれたり、最後まで相手への気遣いを忘れないなど、警察官の鏡とも言える人物です。しかも作中に出た脇役の多くはバッドエンドにされる中、彼はバッドエンドにされず、本編を通じてずっと善良な警察官でしたね。マジョリーナとの微笑ましいやりとりや優しい人柄が人気を集めたキャラクターです。5. セバスチャン。次に紹介するのはドキドキプリキュアに登場するセバスチャンです。片眼鏡をかけてヒゲを生やした見た目で、アリスに付き従って身の回りの世話をするいかにもといった感じの貫禄ある老羊です。またかなり背が高く、小柄なアリスと一緒にいると顔が画面から見切れてしまうほどです。アリスのことを一番に考える優しい性格で、彼女の心の傷やマナたちと一緒にいることが彼女にとって一番楽しいということもよく理解していて、常に彼女を温かく見守っています。アリスの執事を務めている期間は非常に長く、過去にはどこかから転げ落ちたアリスを体を張って受け止めたり、彼女を驚かそうとする悪ガキを追い払ったり、ヒゲを用いた変顔で笑わせたりと、いろいろな微笑ましいエピソードがありました。また6歳のマナやロッカがアリスを外に連れ出すのを見逃すなど、3人の友情のきっかけを作った人物でもあります。アリスからの信頼も厚く、プリキュアの正体についても知っていたことから、プリキュアの姿が映ったネット情報を削除するなどを任されていました。さらに事故中出現時に一般人の避難を促したり、プリキュア不在時の愛ちゃんの世話を務めるなど、プリキュアのサポーターとしても活躍していました。普段はアリスの乗る車の運転をしていますが、情報収集能力がすごかったり、ヘリやセスナの操縦も難なくこなしたり、何十人の使用人を蹴散らしておきながら息一つ切らさないなど、格闘能力もかなり高いです。四つ葉家の中でも他の使用人から様付けで呼ばれるなど、別格の存在であることがわかります。このように羊としてもかなり印象に残るキャラクターですが、視聴者の度肝を抜いたのはまさかの変身でしょう。第25話にて事故中に苦戦して思い悩むアリスの力になるべく密かに開発していた人工コミューンで、バットマン風のヒーローの姿に変身しました。ただいろいろな騒動の末に人工コミューンは壊れ、変身の機会は失われてしまいましたが、自作アイテムで変身できる羊がヒーローに変身するという展開はいろいろと衝撃でした。またこの回はセバスチャンとアリスの関係に焦点が当てられた回で、この騒動を通じてお互いに絆を深め合うこととなりました。そしてこのセバスチャンこそバン・ケンジ君が伝説戦士のユニットを組む相棒なのです。男性キュア同士でユニットを組むというまさかの発想は、さすが新たな試みを恐れないプリキュアですね。羊としての有能さやアリスのことを思う優しい性格、そしてキュアセバスチャンへの変身などが人気を集めたキャラクターです。 6. 一条蘭子。次に紹介するのは GO プリンセスプリキュアに登場する一条蘭子です。はるかたちの通うノーブル学園の生徒で、情報番組サンデー GO!GO! のレギュラーリポーターを務めるアイドルです。テレビで輝くトップアイドルを目指していて、それを邪魔する者には露骨に敵対心を燃やします。特に同じノーブル学園の生徒で現役モデルのキララに対しては強い対抗心を抱いています。ただしお高く止まった生意気なキャラクターなどではなく、とても根性のある熱血少女です。それを表すのがマーブルドーナツ3番勝負の中のエピソードです。キララとランコが
番組の中でお互い自分がデザインしたキャラクターの着ぐるみを着てマラソン対決をするということになり、ランコは根性ドーナツくんという着ぐるみをデザインしました。大きなドーナツの穴から顔を出す着ぐるみで、見た目のインパクトは抜群でしたが、その重さのせいで消耗したランコはゴール寸前で倒れてしまい、キララが勝利しました。しかし勝負が終わったことにも気づかないまま、芸能界のトップになるためにはこんなところで止まっていられないという執念で立ち上がり、ランコも見事ゴールしました。ゴール直後にはやり遂げた表情で倒れてしまいましたが、フラフラになってもゴールインしたランコの姿は、周囲の観客のみならず同じような夢を持つキララでさえも感動させました。そんな暑苦しい夢を嫌うシャットにより絶望具を誕生させられてしまいましたが、誕生した絶望具はなぜかアイドルではなく根性ドーナツくんがモチーフとなっていて、はるかたちからもえっと突っ込まれていました。さらに絶望具を生み出すまでの過程で敵幹部に少しでも歯向かったのはランコが初だったんですよね。さすが熱血根性少女です。その後も彼女はファッションショーで歌おうとしたり、一条蘭子卒業記念像設立の例とかを発案したり、傘回しの芸を披露したりと様々な活躍を見せてくれました。そして最終決戦ではディスピアによるノーブル学園の生徒たちと共に絶望の檻に閉ざされるも、アロマの必死の呼びかけに応え、なんと自力で檻から脱出しました。これは感動でしたね。さらに希望の鍵の一つが彼女からも生み出されたことで、プリキュアたちをグランプリンセスへと導く大役を担う一人となりました。最終回ではセリフこそありませんでしたが、本編終了後の特別エンドカードの中にちゃっかり映り込んでいました。メインレギュラーキャラたちが集合したもので、彼方王子でさえ選ばれなかったというのにすごいことです。衝撃的な初登場から終盤まで彼女らしい活躍を続けてくれました。そして最後までメインキャラクターに負けない個性の強さを見せてくれたキャラクターです。7、アブラハム監督。最後に紹介するのはスタートインクルプリキュアに登場するアブラハム監督こと PP アブラハムです。世界的にも有名な映画監督ですが、実は宇宙星空連合の調査員であるミニチュア星人で、本当の身長は地球人の手のひらに乗る程度です。地球人としての姿は本人が操るロボットということで、どこかの映画に出てきた宇宙人を思い出しますね。百数十年前に地球人が生み出した映画文化に魅了され、地球人のふりをしてハリウッドで映画監督として活躍を続けているそうです。大きいお友達は気づいたかと思いますが、元ネタはスタートレックやスターウォーズの監督をしたことがあるエイブラムス監督です。宇宙つながりでのオマージュでしょう。ただ外見はあまり似ていなくて、ジョージ・ルーカス氏に近いなどと言われていました。またカメラを止めるなというセリフを発したりもしていて、オマージュの宝庫です。一度はララ、プルンス、フアの3名が存在を秘密にしなければいけないという宇宙法に抵触しているとして故郷の星に強制送還させようとしましたが、ララと別れたくないというヒカルの思いに感動して見逃しました。以降はララが学校に行けるようにしたり、地球で活動するララのサポートを行っていました。ちなみに本人も連合のトップであるトッパーにララの宇宙法違反を見逃したことを知られ処分を検討されましたが、撮影予定の映画があるから地球退去だけは勘弁してくれと泣いて頼んでいました。映画撮影にかける思いの熱さがわかります。いろいろなところからオマージュされた個性的な設定が愛され、本編の中でもかなりの存在感を放ったキャラクターでした。ということで今回は脇役なのに目立ちすぎたキャラクターたちを7人紹介しました。皆さんも印象に残っているキャラクターたちばかりだったのではないでしょうか。特別な力を持たない一般人だからこそプリキュアを助けたり物語の中で重要な意味を持つ時もあります。脇役が魅力的なとこもプリキュアという作品の魅力ですね。
いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また、こんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントもいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。